願いします。ハニマガジンの方からお願いいたします。ハニマガジンです、よろしくお願いします。お願いします。あ、ひどまず、すみません、ちょっと森安バンバンミガロさんに一つ先に3つちょっと質問がありまして、はい、まず一つ目がその、このイベント自体が2025年 の大阪・関西万博につながるみたいな、ね、意味合いも込められていると思うんですけど、はい、そういった笑い未来フェスに、そして今日のようなイベントにご参加されての感想をそうまあ、ちょっとネタ長かったっていう、ちょっと尺守れへんかって長すぎたっていうのが反省点であるんですけど、なんか本当にちょっと海外の方来られてたりとかで、あと笑い未来フェスということで SDGs も取り組んでまして、ペットボトルを本当に昨日も今日も使ってなくて、でお弁当箱とかも全部自分ですくって飲んで、本当に環境に配慮した、まあ、外もそうですし、まあ、内側もそういうイベントだったなと思います。はい、はい、まさに先ほどおっしゃった SDGs なんですけど、はい、その大阪・関西万博も、まあ、それを達成しようということで、笑い未来ですとも、それに準備でいろいろ活動してはるわけなんですけど、はい、バンバンさんも日頃からやってるようなその SDGs の意識した行動とか、そうですね、大盛り頼まないとか、ちょっとそうだ、ね、大事だよね、フードロスね、はい、なんか大盛り頼んで多かったでどうにか食べるんですけど、しんどくなるぐらいやったら、あんま大盛り頼まへんで全部食べるっていう、そんなメモってもらえるのは何よ。メモってやめてください。いや、感心してるんですよ。偉いなと思って。偉いと思うよ。めちゃめちゃ食べてはりましたよね、お弁当。うん、食べてた。おかわりしてた。食べちゃうね。残さないよ。残さなければね。あ、そうですね。はい。はい。ちょっとまた皆さんにも聞くんですけど、最後の一つというのが、その今日とかも海外のお客様たくさんいらっしゃったんですけど、はい、その海外のお客様に対してこう伝える工夫とか、フォローされる点とかって何かありますか？はい、なんか、ニュアンス、ついつい英語とかで、翻訳しようとするとき、そのまま翻訳しようと思っちゃってなんか遠回りになるのが多くて、チャド兄さんとかに聞いたらそれをそういうふうに言えばいいんやみたいな、結構勉強になることすごいありました。はい、そういうところではちょっと苦労したというか、はい、勉強になったという点です。はい、チャドさんからアドバイスいただいて、はい、進めてくる、この場合どうしたらいいのみたいなのを英語でどうやったらいいんですかみたいな、じゃ今どうすべきだみたいな英語に変えてくださるので、あ、ほんまやそれで伝わるんやみたいな、なんかちょっとこれからも勉強したいなという、はい、玉の回転も地球と同じ回転方向にしようっていうのを言いました。どういうこと、どういうこと、自転と一緒の方向で、そしたら分かるってことですか？海外、いや、そしたら僕、2つ回してるんで、どっちかが逆になってるんですよ。私は気づいてました。え、あいちゃん分かってた。そうです、すごいね、やっぱり一つは外国に伝わりやすい。そうですね、やっぱ地球が大事なんで。すいません、色もね、やっぱ世界をイメージして、地球の色ってことは、地球好きです。アース、アース、アース、相方地球好きです。地球好きで、地球を表すんですよね、地球、はい、地球を表して言ってるんでね、基準で。地球がだいぶ面白いですから、ちょっと青すぎる、地球が青すぎて、青を大事にしてますからね、絶望ですね。ありがとうございます。まだ人玉しかついてこないけどね。いつか両方。いや、今両方やってました。ネタ両方やってたんです。はい、でも逆、1個は逆やもんな。1個は逆です。はい、だからもういいって。次の話題に行きましょう。地球の話は一旦。またそっちもなってますから。いつか両方。ね、両方地球の方。お笑いのリサイクル。SDGs。リアルだった。はい、マイナビニュースの高井です。よろしくお願いします。はい、そのときさん伺いたいんですが、小室さんたちとのステージ、子どもたちもすごい反応ありましたけど、はい、いかがですか、子どもたちがたくさんいるステージ。
そうですね、もう2015年に僕たちは漫才をやめきって、はい、こっちの世界に入ったんで、はい、やっぱり準備してきて、その10年を節目の2025年にちょうど大阪万博があるとそこに向けて作り込んできたんで、今日もそれが成果を実って子供たちも笑ってくれたなと思って。そうだったんですね、はい、僕ちょっと相棒なんですけど、ちょっと初めて来ました。ちょっとそうですね、はい、ターゲットはやっぱりファミリー層とか、あと外国人も、それはまあそうですね、はい、ターゲット2015年からやってきた、磨いた技をですね、今日も披露できて、受けてよかったなと、ね、はい、思ってます。ちょっと僕はちょっと知らないんですけど、でも僕はもうずっとついてってるんで、はい、マジャさんの進む道に俺はついてってるんで、はい、一緒で、そうですね、やっぱりちびっ子がやっぱり多かったんで、やっぱりそのなんていうんですかね、ちびっ子最近自分も子供できて、でなんか変な顔とかで子供笑ってくれるんで、今日してなかったよ。今日ちょっとしてないんですけど、なんかちびっ子に対するあれがちょっと昔は変わってきて、接し方が変わってきたんで、大人しか接してなかったけど、そう、今まで大人しか接してなかったんですけども、子供に接し方がこう分かってきて、子供の接し方が分かってきて、子供とのコミュニケーションが取れるようになったから、子供とのコミュニケーションが取れるようになったんですよ。でそのちょっと笑いも取りやすくなって、笑いも取りやすくなりました。これが今ついてってる結果が出てます。はい、質問で申し訳ないんですけど、普段スピードを維持するためになんかやってることってあるんですか？スピードを上げるためですか？スピードを維持するために、はい、そう、日々どれだけ飲んでるとか、なんか練習してることがあるんだったら伺いたいなと思って。そうですね、本当に練習とか、なくて、コツは我慢することなんですよ。とにかく急いで我慢することなんで、特にコツもないんで練習は全くしないです。そうですね。稽古の時ウィルキンソンで飲んでありませんでした？そうです。ちょっとあんまり甘いのを摂取してなくて、はい、普段は、そっちの今年49歳になりまして、はい、いろんな数値が上がってきまして、はい、普段はウィルキンソンで練習してますっていいんじゃない？普段はウィルキンソンで練習してます。練習はしてないです、本当に。もうぶっちゃけ、はい、もう練習ステージ数で何とかカバーしてますね。ステージ数が多いので、吉本さん本当にもうありがたいことに、はい、なんで、もう、はい、ありがとうございます。他ご質問ございませんでしょうか？オリコンニュースです。今年はとにかく明るい安村さんがイギリスで大成功されましたけど、で今日はまあそういうこうノンバーバルの趣旨の講演で、皆さんも世界に向けて何か野望があれば。僕ですか？僕はもうやり残したことはありません。もう SNS がもう、ね、世界でバズってるもんね。バズってるもんね。ホットタレントはもう全部行っちゃったんで。全部行った。全部行った。アメリカも行った。アメリカもイギリスも行っちゃった後なんです、うん。フランスも、イタリアも。イタリアも、はい、シンガポール行ってないところはアラブだけですね。ホットタレント呼ばれへんな、裸なんで呼ばれない。で世界どうでした？世界、はい、世界どうでした？いやでも本当に一通りやったもんね。一通りやらせていただいて、こうやって安村さんがゴッドタレント出れたのも、僕が5年前ですか、5年前に自腹でイギリスのゴッドタレント行って、こうスタッフさんとパイプを作ったっていう、あれがあって開拓があったっていうことで、一応自腹で行ったんだっていう。なるほどね。のもひろ的なきっかけは、きっかけは私だと。私だと書いてた。本当にだいぶ前から言ってたもんね。何年ぐらいでしたっけ、最近？5年前ですね。すみません、聞いてるのか。グイッと来んなの。すみません、もう言ってたことがない。米田なんてだってね、普段からやってるコントがそのまんまね、外国人に通するようなコントになってすごいよね。それはすごいと思いますよ。うん、我々の本当に最終目標が、はい、全人類を笑わせるっていう、はい、本当にこれは目標のことをやっているので、はい、やっぱ、うん、そこを目指せて今日はね、うん、一歩ちょっと前進できたんじゃないかなというふうに思います。今日のネタだって番組テレビのね、はい、番組のそのなんか賞レースみたいな、はい、外国人を笑わせる賞レースでも優勝してるんですよね。優勝してるんですよね。そう、イギリスの方に、大ハマりしていたので、ね、うん、はい、やっぱうんちは世界共通なんだな。大事。
ひしひしと感じておりますので、うん、そうですね、やっぱちゃんとメッセージ性もあります。やっぱ親しき中にも礼儀ありっていう、この日本の文化をうんちだって心があるんだって、そう、人間の文化だけどね、日本の文化っていうのは、人間の文化、特にね、うんち、日本はうんち国なのって、それは違う、大うんち国なので、やっぱ、ね、違いますよ、はい、伝えていきたいな、みんなうんちします、はい、もうね、世界で、世界で、世界で、いやでもなんか多いらしいですよ、日本は、うんち国、うんち国、うんち、そうか、はい、食べ過ぎ、食べ過ぎ、食べ過ぎですかね、はい、消化がいいんだろうね、消化がいい、日本の食べ物消化が興味ない、すいません、大王権さんがね、なんかその世界にコーラをっていうのは、あのこれをよく本当言っていただけるんですけど、代わりに言っとくね、お願いします、あの海外ではゲップダメなんですよ、これが大きくありまして、はい、すごいあのそう言っていただいて、外国人の前であのコーラのネタ思いっきりやってるんですけど、はい、ほぼ受けたことがないので、そうですね、はい、本当はあのコーラを飲んでゲップをせずに何かをやりきるっていうネタなんですけど、うん、これも伝わらないので、あの早くコーラを飲むっていうネタに変えて外国人の方の前ではやってる、そうですね、あのよく我々失敗したりするネタとかも結構あるんですよ、はい、でまあ日本だと何やってんの、何で失敗してんのってキラキラ笑ってくれるんですけども、外国だと何で失敗するのってやっぱなりまして、成功してくれよ、成功してくれよってなりまして、でなんでちょっと割と成功するめのものを今日は選んでやってるつもりであり、はい、世界はちょっと難しい、ちょっと難しいですね、我々ちょっと世界、はい、ちょっと世界には消極的なんですけど、ちょっと消極、はい、あの大阪はもう本当に張り切ったりして、まあね、来ていただく方を、ね、そう来ていただく、そうなんですよ、なるほど、でこれ、まあ、課題なんですけど、やっぱりその我々がこの我々日本の芸人が世界に寄せるのか、それかもう我々が日本の持ってるものをぶつけるのか、こびずに、こびるかこびないかって、これが今過渡期です、はい、やっぱり非常にね、はい、はい、ヨネタはだからちゃんとぶつけてるんで自分、はい、自分らを、うん、そうだからすごいなってやっぱ思います、はい、先輩方がいらっしゃってのバレるです、こびる必要はない、チャースさんどうなんですか、どっちなんですか、でも20年前からも日本のお笑い文化の圧倒的なポテンシャルを感じて自腹を切って住みます芸人第1号として、オーストラリアから日本で住みます芸人、そんなのあったの、やっぱり圧倒的な人数とこのお笑い文化があってのいろんなコントと漫才とかいろいろやりたいことがうまいこといかなくて、最終的にあのお尻からアヒルの鳴き声が出せるようになるんですなる、日本の魅力が詰まったお笑いなんで胸張ってください、